チョイス、どうも、秋田さん、あったよ。はい、どうです。今回の企画は、およ、巨大二郎、早食い対決。よし、ということで、今回ですね、こちら、インスタント麺の、二郎ラーメンを買いました。これを、4袋を使って、巨大二郎を、作ろうかなと思います。なるほど。ちゃんとね、野菜の方も、用意して、ちゃんと豚も作りました。再現度で言ったら完璧と。で、完璧ですね。はいはいはい。で、それをね、巨大な器に入れて一人ずつ早食い対決をするということですね。推定はどんぐらい？推定 1.56 はあるとは思う。おー、二郎の 1.56 か。まあでも野菜も入って、いや、そう肉も入ってたから、まあ楽なんじゃないかなと思いますよ、僕は。一番きつい麺は言うてちょっと踏ん張りやって感じ。そうですね。おー、じゃあね、早速麺の方を茹でてやっていこうと思います。それでは、早速やっていこうと思うんですけども、先方どっちがやるかですよね。まあそのキャラクター的に君がやっぱりこう皆さん的には期待される側ではあるじゃない、まあそうですね、なんで、まあ僕から一回ね。あ、前座ということで。ああ、出た出た。いや、先にだからお前を戦意喪失させてやろうかなとは思っちゃうよね。まあそれをね、作ってね、目の前に置いたらどれぐらいの威勢を張れるかですよ。もう俺も結構どれぐらいの量になるか分かんないからね。散々豚ラーメン食ってきてるんだ、こっちは。まあそれ、俺より豚ラーメン食べてるんで。実はね。もうハイテクのやつから作っていきましょう。イエーイ。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まず野菜からですね。キャベツの4分の1、と 200g の、もやしを3袋で、もうこれをぶち込みます。これを茹でます。はい、以上です。はい、だいぶもう茹でました。かなりの量です、これ。ザクタだこれ。野菜の完成です。次は麺ですね。あれ、意外と少ない。全然だな。まあでもこれ茹でたらね、質量上がるもん。まあまあまあ、うまそう。早いって、早いって。うまそう。カメの状態でそれ言わないって。うわ、この間に豚の方をね、切っていこうと思います。僕の手作り豚です。こんな後でしょ。紛れ込んでたけどな。2時間ぐらい、ちゃんとやりました。おお、いいじゃない。しっかり色入ってるよ。あ、やばい、柔らか。おお、うわうわ、完璧やん。これはうまいで。これ1つ 4塊、4塊ですね。では続いて麺です。うう、やっぱあんまり多く見えないな。そうね。ああ。ではここに入れます。圧倒的に野菜の方が多いな。うわ。豚ね。はい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 。で、仕上げの油です。あ、本当にまんま油だ。これで終わりと見せかけの。かけーの？今回買ってあります。なに？ガツンとニンニク。おーい、やみつき背脂。やべえことしてるよ。これいけないとダメでしょ。まあまあまあ、そうだな。お、クオリティはね、絶対。うわ、すげえ。いい匂い。あ、もうジローで見るやつだ。100点ですね。100点すぎる。見た目100点。じゃあ、完成です。素晴らしい。ナイティブに挑戦してもらいたいと思います。オーケー。はい、ということで出来上がりました。これはええで。こちら、二郎ラーメン悪伝バージョンです。いやー、ちゃんと美味しそう。うん、早速スタートしに行きましょうか。 OK。 じゃあそれで準備の方は大丈夫でしょうか。 OK です。で、いきます。巨大二郎早食い対決、用意スタート。いただきます。よいしょ。でっか。うわ、ちゃんと量あるわ。すごいぞ、これは。いや、うまそう。一応ね、二郎のルールっていうか、初心者向けの人は天地返しを、まあ、しないといけないんですよね。まあ、天地返しっていうのは、野菜が普段上にてんこ盛りなんですけど、麺をその上に乗せて、まあ、油を落とすらしいですよ、それで。で、肉は最後に残したらいけないらしいです。あ、いいよ、食べ応えは抜群。まだ1分半しか経っておりません。
これでチャーシューに手を行った。うん、柔らかい。おー、やった。おい、ペースはかなりいいんじゃない。うわー、きたー。半分は食べてるよ。さあ、満腹になるのはもう確定のこの二郎ラーメン。その限界をどれだけ超えれるかですね。もう麺はもう、あと2袋ぐらいかな。まだ10分経ってませんから、7分半ですから。目標タイム聞くの忘れましたね。4時間。4時間痛い。手首が。減った減った。先に目をなくす戦法ですね。そのはずなんだけど、書いても書いても野菜が出るからね。ほぼもやしなの先は食ってんの。食べるのきついだけど胃はまだなんだよね。あー、お腹いっぱい食べない。うん。おお、ここが大変なことになってる今。ここじゃない。この朝の量見て分かるんですけど、あの運動量が、筋肉の運動量がすごい。うん、25は切りたいな。あ、10分かかるんですか。豚に絶対苦戦するもん。はい、もうあとこれだけ。もうほんと、もうスカスカ、もうスカスカだ。うん、マジこれ、これ大事。やばい、20分を超えてしまった。あー、やばい、完全に止まってる。うわー、いや、気合いに行け、気合いに行くしかないもん、それは。口に入れや、飲み込めんじゃよ。それ人間口に入れちゃえば飲み込めますから。最後のヘッド君、自分で確かめるために網で食べていきます。いっぱいいる。いいね、いいね、いいね。OK じゃない。ある程度は OK です。うん、はい、では肉。まずはてめえだ。油だよね。いけいけ。あとどう。やばい、あと2個、あと2個。帰りたい。あと2個。あおい、もうそんな秒でしょ、相手さん。あー、いったー。うわー、はいはい、お疲れ様です。予想は何分でしょう。57。おー、1時間ギリ切ってるぐらい。では今回の林さんの記録は、じゃじゃん、42分12秒。いや、めちゃめちゃ速いじゃん。お、全然予想より速い。マジか。うわ、これ戦いがいがありますね。じゃあ僕の分はもう作っていきたいと思います。はい、はい、それでは準備が整いました。どうよ、目の前にしてんので。いやー、ちょっとやっぱ量が多いですね。迫力があります。それだけじゃない、ひっくり返すわ、ひっくり返すわ。無限に出るから30分は切りたいですね。30分切れたら相当すげえぜ。いや、もうラーメンは得意分野なので、腹を感じる前にもう麺をすすり上げようと。噛んでるのでもう君は負けです。ありがとうございます。もやしは結局なんかお腹いっぱいでも食べれそうなんで、もうほんと肉と麺を優先的に。あ、野菜は別に。野菜はいけるっしょ。ほう、分からんけど。ではいきましょうか。はい、ダークの挑戦、よーい、スタート。いただきます。天地返し。あー、すっごい疲れそうな、すっごい疲れそうだねこれ。検証になっちゃうから絶対。すごい。うん、可能性は。うん、さっきその量から俺あんな減ったの。そうだよ、信じらんねえわ。じゃあチャーシューいただきます。さあ、お主の力作や。おお、うまっ。あ、うまっ。でもこれ4つ、本当にやばい、うん。さっきも言い忘れちゃったんですけど、器を抜いた状態の、具材のですね、スープも入れなかった状態の量が 1.7kg ですよ。うん、野菜は結構入ったから。そうだね、結構、ほぼ
野菜が占めてる気がする、うん、マジで。でマジ最初のスタートラッシュ上がんないペースが、そう多いっていうスタートの前に出しちゃってるから、うん、これ肉だった。俺も最後だ気がするな今じゃないよ、うん、絶望と。そう崩れーなじゃあちょっと前見てらんない。うん、あっこれ爆汗かくよね。餃子で食いたい。あマジ本当全裸大食い論ここで展開したい。無限出てくるな出てるだけ水を飲みたくない。あまあそうね、嫌でも水分入ってくるからな。何のいらないかまあいやそれはすごい、それこそ油流さないとの感じはあるから。うん、あでも食うのうまいよ。スープ全然残ってんじゃん、落としてんとか減ってんな。わかるなそれは。気づくな気づくな。これでちょっとお玉でこう普通食い上げてなるべく伸びないようにする作戦です。あちゃんと対策してきてる。常識だと思うよ。あ出た出た、常識も何もその量が普通で非常識だからそんなのねえよ私は拒絶する。分かった。うんだいぶ自分かき集めたな。これ食ったら肉だ。さあ10分経過。まだ10分、まだの感じなんだ。もうじゃねえんだ、余裕だな。じゃあまだ気づいてない、うん、力をちょっと変えるぜ。10分で一口はさおかしい。ありがとう。全然おかしい。あと飲み物と会話すんなそれ全部生クリームでいく。うわーもう一玉ちょいぐらいじゃんマジで。こいつを食わないと経験できないっていう共感が。うわーきたー、はい、このちょい残しで食うんだいいスタート切ったべ。今がスタートでしたから。あそういうこと。そうここから。なるほど、ここからどれだけ重要度ね。そう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 謎そっから肉は一旦これでほぼ終わりです。その肉以外おーうん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 、行くかラスボス。一回やっぱその工程必要だそうだよ、その疑問はないといけないんだよな。え俺さっき豚1個行ったんだっけ、溶けた。えいないんだけど、一口いったんこれじゃない。やばおーやだ、なんか一個得した気分。いやお前お前食った事実はあるね自分で食ったやつだから、うん、おいしいと思った思いたい、思ってはいないんだ。びっくりしたなー。やばラストうんいわ、俺の敵かもしんねえ。相棒見つけとるやん。私はあなたを拒絶します。めっちゃ受け入れとるやん。もう若春、力を始めくれ。状況わっしょーい。どうも若春です。よし、これで気が入った。若春は次郎の神様がいるんだ。そうだ。これ油で全然使えるよ。うさあ残りの残骸を仕留めるとするか。ただもう全然泣いてあってくれ。まあまあまあそれぐらいはいてもらわないと困るよ。だろまあまあまあ、まあ、俺よりは全然ちょっと野菜が圧倒的に少ねえな。だろおおもうスカスカか。うん。いやいいんじゃない。ああいいんじゃない。ああいいんじゃない。なんかこんなやついる。ああ。2時間動きたくない。やばい。2時
時間で復活できんかい。はい、お疲れ様でした。何だよその顔は。ということで、ただいまの記録27分37秒。おー、よかった、30きた。早すぎ、ちゃんと早かった。ちょっと、あの、30分だけ休ませてください。30分後のエンディングとの無理。そうですね。結果発表。お疲れ様でした。いや、本当にね、なんだかんだ1時間ぐらい休憩してしまいました。ちゃんと休めたので、もうお腹はとりあえず大丈夫です。じゃあもう早速タイムの方を発表しましょうか。はい、まあさっき言ったと思うんですけど、改めてね。はいよ。まず私、最初にやった私のタイムは42分12秒。僕の記録では相当上位に当たると思っています。だって俺正直完食できないかと思って。その通りだよ。、うん、本当にそのレベルだと思ってたから。可能性の光が見えましたね。じゃあ私の記録ですね。はい、僕の記録が27分37秒でございます。いやー、これは結構いい記録じゃない。いや、相当いい記録でしょうよ、それは。目標の30分を切ったので、ね、しっかり切ってるし、麺がね、やっぱ得意分野なので。まあ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 、この肺活量。まあそこは確かにあったな。この俺がダイソンだとしたら、うん、ドンキの自販機。あ、自販機。ドンキの掃除機だから。一応コードレスのやつね。お互いちゃんと完食できたのでね、ええ、これはまた違うジャンルでやってもいいんじゃないでしょうか。次やるならケーキ。あ、ケーキがやりたい。ケーキやりたい。あ、じゃあワンフォール、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 ワンフォール。よいしょ、クリスマスになったらもう重要だし。あ、いいね。じゃあ次回はケーキワンフォールで対決したいと思います。やべえこと言ったから。やべえこと言ってるからね。まあまあまあ。では皆さん、チャンネル登録、高評価とコメントよろしくお願いします。お願いいたします。年内15万人目指しているので、拡散の方もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の大食いでお会いしましょう。バイバーイ。風を切って走ってゆく希望の街へと。どうでしょう。一回殺させよ。お前さ、弱酸性ビオレにするけどいい。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクシデンターズは、初のモッパンをやってみました。パン屋さんで大量のパンを買ってきてね、美味しく食べるというモッパン動画です。次の動画もお楽しみに。